は、本日はお忙しい中、大勢の方にお集まりいただき本当にありがとうございます。これより富士宮みこし会30周年パーティーを、開催させていただきます。よろしくお願いします。みこし会会長挨拶、富士宮みこし会会長田島達之、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。30周年記念投票、皆さんお疲れ様でした。で今から30周年、記念パーティーということで、皆さんに楽しんでいってもらいたいなと思ってます。先ほども申しましたが、初めての試みで、みこしを2キロ出すということをやりました。いろいろ準備段階も苦労がありましたが、皆さんと一緒にやれたことが、私の会長にとっての誇りだと思ってます。皆さん本当にありがとうございました。限られた時間ではございますが、皆さんでゆっくり楽しんで飲んで踊っていってください。ありがとうございます。よろしくお願いします。皆さんご苦労さんでございます。まずもって富士宮みこし会の10周年の祝賀会がこうして盛大に開催されますことを心よりお祝いを申し上げます。先ほどですね、力強い富士山みこしの闘技をお疲れ様でございました。富士宮市のこの夏の風物詩となっていますこの富士山五人化祭りをですね、皆さんが大いに盛り上げてくださっておられますことに対して、市長としても心より敬意と感謝を申し上げる次第でございます。ちょっと長くなりますけど、皆さんもご承知のように、世界遺産センターがですね、工事に着手されました。そして昨日は、駅前にですね、呉田家というホテルが進出と決まりました。で、市は今年来年にかけてその高島屋のところをですね、プロポーザル方式でもっていろんな設計、それから、なんて言いますか、経営も含めてですね、そこへいろんなにぎわいの場作りをしていきます。皆さんが、個人会をやってくださるときに神田川沿いにですね、あそこへ食の町、飲食の町がまた今度できますもんですから、そうして2階建てのような建物ができて上からも見られる、ようなですね、そういう町づくりを今考えておりますもんですから、ぜひ皆さんに張り切ってですね、これからもこの素晴らしい、みこしのお祭りをですね、後世につなげていただきますことを心より、お願い申し上げていただきます。何はともあれ30年は一つの節目でございますが、これから40年、50年、100年に向けてですね、皆さんがご尽力くださりますよう心よりお願いを申し上げまして、お祝いの言葉に返させていただきます。おめでとうございました。須藤市長ありがとうございました。続きまして富士宮市観光協会会長の宮崎義勝様、よろしくお願いします。どうも皆さん、こんにちは。今市長の方からもお話がありましたように、富士宮みこし会30周年という形で非常におめでとうございます。特にまたこの開山を祝ってみこしを投与したいという形で申し入れがありまして、こういう形になりました。今それとみこしを富士山みこしっていう形の中で命名させていただき、またそういう形のものがこう居続いていく、これが8月の御神火祭りにつながるんではないかなと私は思っております。富士宮の場合には三大祭り、この春がやるさめ、馬のやるさめですね、夏はみこし、秋は屋台出しっていう形のお祭りの三拍子揃ってる、全国でも三拍子揃ってる祭りができてるのは富士宮だけじゃないかなって形で、これも富士山のお得があるんじゃないかなと思っております。そういう形の中でますます30年が、今日だいぶちょっと池野さんも白いものがちらちら見えるようになりましたけど、30年前はもうちょっと若手だったんですけど、だいぶ落ち着いてきたんじゃないかなと思っております。そういう形の中でこれが30年が40年50年という形で
この夏の風物詩のみこしを盛大に行っていただきますことをお願いを申し上げまして、お祝いの言葉とさせていただきます。どうも本当おめでとうございます。続きまして、金杉上町長会総代、北木徹様、よろしくお願いいたします。富士宮、神輿会の30周年、誠におめでとうございます。田島さんはじめ、皆さんが今月、先月の6月の19日に我々の、町会のお祭りにわざわざ来ていただき大変感謝しております。ありがとうございます。これも、一物の、東京の坂さんという方と私が長年の付き合いがありましたので、この立派な、今日の闘病、本当にあの男性の闘病、女子の闘病、とっても女の方の担ぐ姿を見てとっても頼もしく感じました。本当に我々のおみこしをですね、富士宮さんにお嫁を入りして皆さんに担いでもらったっていうのがとても嬉しいんです。私は本当に坂さんのおかげでこの富士宮に、おみこしが、我々のおみこしが来て、とっても素晴らしく皆さんが担いでくれたっていうのが本当に心に感じまして、今日はとても嬉しく、また町会に帰りましたら役員会で富士宮の立派な渡御、の姿をですねしかと、町会の役員に皆お知らせして、素晴らしい富士宮の皆さんのおかげで我々のおみこしが明るく輝いて見えました。富士山の麓の富士宮、この富士宮の本当に神輿会の30周年、本当に最後にもう一回おめでとうございます。本日はありがとうございます。どうもありがとうございました。続きまして、数年間にわたり、御神火祭りに応援卒業していただきました、富士山御神火祭り神輿部会初代会長の井出正幸様、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。神輿会、30周年、おめでとうございます。ちょっと古い話をさせてもらいましょう。平成の2年だったと思います。この年に独占女の60分か、そういう番組にありまして、この神輿を密着取材したいというような話がありまして、その時に、試食それから平成御神会、それから神輿会と、この 3つの中のどれかへと乗せたいんだということでもって、じゃあそれじゃあつって、試食の方をそこにいる上松、それから神輿会の方を池野が担当で、私が平成御神会、その時の市の職員がまだもう先日だというか、数年前に定年になりましたのが江戸二郎さんが、くじを作ってくれまして、そのくじを引く順番をじゃんけんで決めましょうという、私と呼びますといけないということでじゃんけんボールして、いきなり私勝ったんですよ。だって二人がまだこう「あいこでしょうあいこでしょ」なんてやってるうちに俺が引いちゃったら俺が当たっちゃったわけ。あ、お前らもうじゃんけんする必要ない、もう俺が当たったからっていうあんまりでね、我々平成御神会が弱ってわけでもないんですけどね、この神輿を全国に知らしめることができたんではないかなという、楽しい思い出がありました。
まあ、あれからもう20数年といっても、もう30年近いんですけどね、まあ、我々もこの神輿33回目かな、まだまだこれからもう40年、50年と、40年、50年、ちょっと50年、ちょっと俺、生きてるかどうかわかんないけど、まあ、これからも立派な祭りにしたっていきたいなと思います。一つ皆さんの協力をお願いして、挨拶とします。ありがとうございました。井出様、ありがとうございました。続きまして、富士山みこし、富士山御神火祭りみこし部会会長、伊沢健作様、よろしくお願いします。ただいま紹介に始まりました三沢です、本日は、富士宮みこし会30周年本当におめでとうございます。そして、富士山みこし、農業、参加された、富士山御神火祭りみこし部会の各会の皆様、それと友好団体の皆様、本当にお疲れ様でした。まあ、今年こって富士宮みこし会30周年ということで、こうやって御神火祭りの前にこうやってこんだけの大勢の方々が一緒に一つのことを一緒にやったってことは本当に素晴らしいことだと思います。この気持ちを御神火祭りにつなげていって、で本番の御神火祭りはもっと大きな気持ちを一つの気持ちにまとめて日本一の富士山の祭りにしたいと思いますので、皆様今後ともよろしくお願いいたします。本日はおめでとうございます。さつま、ありがとうございました。まして乾杯の方に移りたいと思います。乾杯の方を、宇都宮みこし会本日会長上松隆樹よりお願いいたします。30年の気持ちを、はいはい、ありがとうございました。もちろん、これはい、それではこれまで30年無事御神火祭り、それから御神火祭が奉仙できたこと、それからこれから先100年も御神火祭り、それから皆様のですね会が繁栄していることを記念いたしまして乾杯します。それでは乾杯。はい、始めてます。